ヒラの仕様が語る、ソロ活の魅力、心と体を潤すサウナへの新たな始め。元、キングプリンスのメンバーである平野仕様が、自身のインスタグラムのストーリー図を更新し、ソロ活について語りました。特に彼のサウナ体験に対する報告は、ファンの心を潤す一面を見せるものであり、大きな反響を呼んでいます。 平野紫耀が、サウナって最高だよね。俺一人コードを基本できないけどサウナ行ける様になりましたしょう。というコメントとともに、目をパッチリと見開いた字取り写真を投稿。手書きの、サウナの文字とともに、自虐的なコメント、整ったらめでかくなるタイプ、と締めくくっています。この投稿はファンによる熱狂的な反応を呼び起こし、ツイッター上でも のコメントが寄せられました。平野紫耀は、元ジャニーズ事務所副社長である滝沢秀明さんが設立した芸能事務所、飛べ、への合流を発表してから、自身のインスタグラムにプライベート画像を投稿し始めました。これにより、平野のインスタグラムのフォロワーは357万人を突破し、彼の活動への注目が高まっています。 このお茶目な姿を見たファンからは、絶対みなこれ見るとき同じ目になるよねわらわら、毎日でっかい幸せありがとう。かわいいと癒しがいっぱいで一気に心が潤いましたしようくんがなんと一人サウナ。大人になったね、しようくんの日常が知れて嬉しいです。など、感動や喜びのコメントが寄せられています。 ソロ活動は近年注目を集めている言葉であり、個人的な時間を大切にし、自分自身の心と体をリフレッシュすることを目的としたアクティビティの総称です。平野志洋がサウナを選んだことからも、その多様性とポテンシャルがうかがえます。 サウナは、ィンランド発祥の伝統的な健康法であり、高温の部屋に入って発汗することで、体をリラックスさせると同時にデトックス効果があるとされています。日本でも多くの人がサウナを愛用しており、健康促進やリフレッシュを目的にサウナ施設を訪れる方が増えています。ソロ活の魅力は、自分のペースでリラックスできることにあります。 自分の好きな時間に自分のやりたいことを心置きなく楽しむことで日々のストレスを解消し心身のバランスを整えることができます。また、ソロ活は他者と比較する必要がないため自分自身と向き合い自己成長につながることも魅力的です。平野氏洋がサウナを選んだことは 彼自身がソロ活において自分の心と体を潤す方法を見つけたことを意味しています。そのような彼の姿勢は多くのファンに共感を呼び起こし、彼の人気を高めています。ソロ活は忙しい日々の中で自分自身を見つめ直す良い機会でもあります。平野仕様のように自分に合ったアクティビティを見つけ、心と 体をリフレッシュさせる時間を持つことで、より充実した日常を送ることができるかもしれません。ソロ活の中には、他者との交流を楽しむ場面もあれば、自分だけの時間を大切にする場面もあります。どんな形でも、自分自身を大切にする姿勢は、健康で幸せな生活を築く上で重要な要素です。 最後に、平野市用のサウナ体験がファンの心を潤し、彼の新たな一面に対する興味を高めたことが伝わる記事となりました。ソロ活の魅力について考察し、健康と幸せを求める現代人にとってインスピレーションを与える内容となっていることを願っています。